チャンスになりそうだ。上がって家永ゆっくりと辺りを見て小林を待ちました。通した中へ、そして小林、小林拾ってショット倒れる。家永拾う、家永のクロス決定、キッポレー。大きな大きな追加点は下田。4対0。嬉しいんじゃないですかこのボールは。これは嬉しいでしょう、はい、これは嬉しいでしょう。とう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 今シーズンの初ゴール。いや、走った甲斐があったというもんですよね。スターメン抜擢行きました。家永のこのかわし方もね抜群ですね、はい、しかしいいボールにうまく合わせました。もうこれ以上はないボール。そして決めた下田。